はい、どうも皆さん、こんにちは。昨日の平和賞、結局あれかな ?2 歳戦の、ドエーバが勝ったのかな確か。俺ちょっと冷静像とか全然ね、馬券も買いに行けなかったんで、昨日体調崩してて。ってわけでね、ちょっと何が来たか平和賞全く知らないですが、来週の金曜日、11月3日にね、行われる、JBC クラシックスプリントレディスクラシックのね、出走予定馬情報等出てましたんでね、見ていきたいかなと思います。まずこちらからいきましょうかね。JBC クラシックから。うわ、回避馬すげえな。国母厩舎のカンムル、タイムズアロー、ディアドゥムス、コーチミッキーヘネシー、大井ユーロビート、当選春風、セイスコーピオン、グレナディアーズ、センティグレード、ステディウムが回避。一心同体、キープインタッチ、スパイア、ハーキュリーズ、フェスティベイル号が繰り上がり。一心同体、サブノクロヒョウ、タマモネイビー、ハーキュリーズ、バルダスサレゴの騎乗予定騎手が決定と。見ていきましょうかね。第17回 JBC クラシック距離 2000m、3歳以上、地方及び、中央の選定馬、賞金は8000万。やっぱり安いね、ダートの重賞だと。もうちょっと賞金上げりゃいいのにな。まず南関東馬から、南関東しか来ないのか。地方競馬から9頭、一心同体、川崎は真島大輔繰り上がり、キープインタッチ見て、クラージュドール見て、サブノクロヒョウ、和田ジョージ騎手。まあ、サブノクロヒョウはそうっすね、前走、重賞勝ってんだっけ。だよな、勝ったんだよな、東京記念室。まあ、それはだから和田ジョージ騎手にはなるわな。そしてスパイア見て、タマモネイビー、重田健一騎手、ハーキュリーズ、保存翔や、バルダスサレゴ、三上と則文騎手。あれ、バルダスサレって確か前走取り消したよな、東京記念。あ、東京記念なんて一回走ってたんだ。へぇ、知らなかった。そしてフェスティベイル号が、これも騎手未定か。で、カンムル、タイムザロー、ディアドムス、ミッキーヘネシー、ユーロビートが取り消し。ってことは、吉原博人騎手来れなくなったな。ユーロビートずっと乗ってたのに。そして JR エヴァからは、こちらですね。やっぱり、アオーディ、竹豊、アポロケンタッキー、内田博之、オールブラッシュ未定なんだ。ケイティブレイブ、福永雄一、サウンドトゥル、大野拓也、ノンコの夢未定、三つ葉、松山光平、騎手となっております。まあ、オールブラッシュに関しては、多分クリストフォル・メール騎手でいいんじゃないですかね。確か3歳女王のクイーンマンボがエントリーしてるはずなんで、クイーンマンボだっけ覚えてないですけど。まあ、帝王賞、名古屋大賞で、今年の川崎記念馬か。まあ、いいんじゃないですかね、クリストフル・メール騎手予定で。そして、のんこの夢。これも誰だ俺、この子知らねえぞ。のんこの夢。あら、こちらもクリストフル・メール騎手か。去年の、おととしのジャパンダートダービー馬か。で、その後、中京チャンピオンズカップ2着、フェブラリーステークス2着、柏記念4着、帝王賞2着。で、去年の川崎記念4着。中京6着、東京大賞典4着、フェブラリーステークス7着か。ああ、じゃあ、ルメール騎手どっち乗んのかな。横山典弘騎手、過去に乗ってて。石川祐希騎手か。ほう、乗せたら面白そうだな、案外、若手に。となると、あれか、オールブラッシュか、何個の夢。どちらかがクリストフ・ルメール騎手か。では、ちょっと地方馬のね、ついでに騎手決まってないやつ予想していきましょうかね。まず、クラージュドール号。父ちゃん、金亀か。サンデーサイレンス系か。へぇ。これ、森大斗騎手か。メモ紙、メモ紙、メモ紙、メモ紙。メモ紙がない。どこじゃ?あった。クラージュドール、あれ、ボールペンどこだっけ?あった。クラージュドールか。森。そしてサブノクロヒョウ、あ、これ和田ジョージ氏できんの。そしてスパイア、へえ、こんな子いたんだ、宗像調教師。滝川樹也、おお、いいっすね、面白そうだね。そしてフェスティベイル号、フェスティベイル号か、川崎なんだ、へえ。あー、なるほどね。JRA 高級号まだ勝ってないんだ。森、紺野、紺野、的場、中野。これに関しては騎手誰だっていいや。というわけで、フェスティベール号に関しては飛ばしましょうかね。そして、オールブラッシュとノンコの夢が多分どちらかがルメール騎手か。回避はすげえな。当選春風かい、キープインタッチ繰り上げ、
セイスコープン回避、グレナディアーズ回避、ハーキュリーズ繰り上がり、センティグレード回避、スディーム回避、一心同体フェスティビール、スパイア繰り上がり繰り上がり繰り上がりか。で、そしてこっちがですね、グレンツェント、マイネルクロップ、スリータイタン、リーゼントロック、モズライジン。モズライジン補欠順位下の方なんだ、田辺騎手の。田辺じゃないんだ。モズライジン乗ってない。あ、乗ってるか。東京大賞典去年乗ってたからイメージするな。ふぅ。吉富騎手乗ってるんだ。へぇ、しかも熊田茂文騎手乗ってんじゃん。よく芝乗ったな、この子。初出走かよ。重賞が。新潟大賞典だと G3 か。わかんねえな。そして、まあ、とりあえず JRA から武豊、内パク、福永祐一、大野高、松山康平か。あとは横の力士も来るはずなんだよな。牝馬の方で。これですね。JBC レディストラシック競争。ちょっと見ていきましょうかね。スターインパルス、シェアハッピー、タッチスプリントが、待って、スターインパルス、シェアハッピーが回避。タッチスプリント繰り上がり、シルキークイーン、スパンコール、タッチスプリント、ティルウィング、ディアマルコ、ファイトヨーソング、ラインハート、ララベル。まあ、どうせララベルはね、マシマ大輔騎手でしょうね。で、JRA からアンジュデジール、ワンミリオンスの騎乗騎手決定。アンジュデジールあれか、横の力士か？見ていきましょうかね。ララベル、やっぱりマシマ騎手ですね。シルキークイーン、矢野隆行、岩手からスパンコール、山本俊也騎手。ああ、去年も来てたんだ、この子。あ、じゃあ、これレディスプレールドか。去年はこっちか。去年は来てないな。山本俊也騎手か。ってことは、他の馬乗れるな。そして、何これ、スパン、で、タッチスプリントがクラカに行くやつ。へぇー、赤岡秀司騎手、今回来ないんだ。もう一頭、サハラってやつ。タッチスプリント、門別から、こっち来て、JRA ちょっと失敗したんだ。佐賀競馬2着、京都競馬失敗、名古屋勝利。で、失敗、園田2着か。で、関東オークス失敗、スパーキングレディカップ失敗、サマーチャンピオン失敗。で、ぽいぽいか。まあ、クラカに行くやつ、まあ、しょうがねえな、これは。そして、大井ティルビングが、酒井秀光、高知ディアマルコ。サハラでいいのかな、この人。あら、長森太一騎手断られたんだ。かわいそう。この人か。佐原秀也。御年38歳。若くね？まだ若い方か。あんまり勝ってないんだ。本年46勝、通算980勝。まあまあか。まあこれは仕方がないか。普通の高知馬にしては成績いいな。家畜重賞そんなに取れてないんだ。西日本ダービー2着。去年も多いレディースプレイルード来てたんだ。で、TCK 上杯10着。白鷺賞失敗。笹川翼騎手かわいそう。この子はなさそうだな、100%。そして、ファイトユアソング松田光弘騎手にプリンセスバリュー。そっか、これ矢野隆之騎手乗ってたけどダメなのか、今回乗り換わりで。誰乗んのかな？赤岡秀司騎手呼ぶか。吉原弘人騎手呼ぶか。まあ面白そうですね、これに関しては。そしてラインハート、笹川翼騎手。JRA 高級初戦、前走7国士競争中止か。落馬？ちょっと今度調べてみよう。そしてラーベル、まあ案の定マシマ大好きですね、これに関しては。おお、やっぱりそうか。で、その他、JRA 馬からはアンジュデジール、やっぱり横山典弘騎手ですね。あれか、スパーキングレディーカップの勝ち馬だっけ、この子は確か。いろいろ言ってて忘れたな。スパーキングレディーカップの勝ち馬ですね。そして、金賞雪姫見て、クイーンマンボ、今年の3歳オクス馬が、関東オクス馬のクリス・フメイル騎手、月下校、サルサディオーネ見て、ホワイトフーガ、まあ、コバ女王なるか、海老名正式騎手と、ワンミリオンス、福永祐一騎手。となると、エンプレス杯勝ってるから、この子有力か。で、今年の TCK 上杯勝ってんだ。ホワイトが今年あんまり成績はよろしくねえからな。確か。あんまりおよろしくないな。あ、でも、コバ相手、先端杯なんかコバ相手だからすごいね。てか、ボバ相手か。モーニーに勝ってんだ。まあ、そっか、1キロや、あ、2キロ安いもんね。57から現1か。あ、違う、56で負担重量どんなもんか。あ、この時は58キロだからな、ボバの有力馬が全て。
まあ、しょうがないか。で、面白そうなのは、金賞雪姫。なんか名前好きだな。金賞雪姫。足毛なんだ。ネーションサムソン、アップルティー。母の父、サンデーサイレンス。社大ファームの生産なんだ。9,960万。わあ、すごいね。結構稼いでんじゃん。出走履歴。最後に走ったのが東京のアイルランドティー府中牝馬ステークス、芝か。この子芝なんだ。で、ダート初出走か。騎手は内田博之。ああ、乗れるね。ミルコデマロク氏呼びゃいいね。ふん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 。いいね、この子。まあ、内田博之氏か、ミルコデマロク氏か。で、月下校。あら、この子も南関東初出走か。黒影の馬。ローージズインメイ、チューベローズ、母の父、シンボリクリセス。サラブレットラフィアなのかね、様。北海道、新日高町生まれ。9,207万。あー、この子も芝なんだ、ずっと。この子もダート初出走か。柴田大地騎手、丹内。あ、そっか、マイネル。あ、マイネルじゃないんだ。ラフィアン？あれ？サラブレッドクラブラフィアンってマイネル多くね？冠名。まあ、気のせいか。ちょっと気になるな。あ、そっか、JRA だからこっち出ねえの。そしてサルサディオーネが立冬なんだ、この子。ゴールドアリュール、サルサクイーン、母の父、リンドシェーバー知らねえな。レディースプレイレード来て渡せない騎士でぶっ飛びか。逃げたんだ。3歳は？あ、3歳は。ああ、吉田隆史に逃げ勝ちしてすげえっつったような記憶が確かあるな。そしたらこれ岩田康の歴史そのまま乗りゃいいのか。で、ホワイトフガ、エビの正義、ワンミリオンズ福永一騎士と。ゴールドアリュール、シーズインポッシブル、ガイバか。母の父が。TCK 女王杯、エンプレス杯制覇、マリーンカップ失敗か。戸崎聞けた騎士じゃないんだ、この子。かわいさ。降ろされたんだ。あ、そっか、JRA あるもんな、金曜日確か、併売で。そっか、確か金曜日 JRA あるはずだな。これ JRA のローテーションないんだ、うちにあるやつ。まあいいや。そして補欠は、マテリアメディカ、リボンスティック、ビビスペース。JRA からタガノベローナ、プリンシアコメーター。そして JBC スプリント。多分あれですね、JBC スプリントに関しては、スワンステークスにレッツゴードンキがエントリーしてるんで、多分回避してるはずですね。レッツゴードンキ、やっぱり回避してる、しちゃったか。まあ、岩田騎士がドリームブランチの決定しちゃってるからね。里のタイガー、サニーデイズ、回避。シゲルカカゴを繰り上がり、北三三日月、ゴーディ、瀬戸のプロミス、プリサイスキング、ブルドッグボス。どうせブルドッグボスなんか酒井誠二騎士だろうな。国宝級者だから。見ていきましょうかね。あれ？あら、ブルドッグボス、内田博之乗ってる。よく乗れたね。JRA 時代は乗ってんだ。へえ。珍しい。堺誠二降ろされたんだ。かわいそう。勝ち狙いに来たんだ、話。アピア見て、ちょっと見ていきましょうかね。アピアは、三河本範文騎手。か、矢野孝之騎手か。三河本騎手、矢野孝之両方がいてるな。そしてアンサンブルライフ、これも国宝級者か。これが真島大輔騎手だけど、大丈夫だよな。北三三日月、重田健一、ゴーディ、的場文雄、シゲルカガ、これ誰だろう。川崎か、パイロ、アレグラッシャー、上海。北海道、浦河町生産。JRA 高級馬か。2年前の北海道スプリントカップ制覇か。兵庫ジュニアグランプリ失敗。なんだ、この子。もともと芝の子なんだ。芝からダート転入したけど、もう、何歳？ 7 歳ぐらい？ 6 歳だからもう終わっちゃった。早咲きの馬か。逃げてダメ。後ろから行ってもダメか。ちょっとかわいそうっすね、この子。シゲルカが飛ばしましょうかね。スワデラ。なんか本田正成騎手っぽいけど、気のせいかな。あ、やっぱりそうか。東京杯、本田正成騎手、あっちか。アフターファイブスター賞、本田正成騎手、5着。で、習志野キラットスプリント制覇か。
あ、じゃあこれホンダも欲しい機種で良さそうだな。瀬戸のプロミス。誰この人。こいつ誰？知らないんだけど。こいつか。三村信久。本年26勝、通算29勝。まだ33歳で若いんだ。通算879勝。へぇー。まだへぇーって言っちゃった。ほーんって感じだな。あ、この子が瀬戸のプロミスって。オバール、オパールポ、オパ、オバール特別 A。この子か。あー、JRA 高級馬で松山浩平騎手だ、勝利の後。はーんって感じか。吉田騎手で3着。岸田裕二で勝利か。へぇー。コーチ、今回騎手来れなかったんだ、まともなの。かわいそう。長森騎手とか赤岡騎手に頼めよかったのにな。こっちで乗れるから、あの人たちなら。まあ、赤岡騎手なら乗れるけど、長森騎手微妙か。そして、プリサイスキング、辰代隆二、ブルドッグホース、なぜか内田博之騎手。かわいそう。で、コパのリッキー見て、コーリンビリー、松山浩平騎手、スノードラゴン、大野拓也、ドリームバレンチの岩田康成、錦鯉の横山成弘。まあ、これはそうですね。ドリームバレンチの黒船賞5着か4着なんてあんまり勝ててないんだよな、10歳まで。あ、パンクした Google。ドリームバレンチ。ああ、やっぱり黒船賞4着なんてあんまり勝ててないんだ。まあ、掲示板入れば総賞金もらえるんでね、一応少ないですけど。まあ、そういうの170万もらえるんでね。ちょっと画面切れちゃったか。期待してえなー。まあ、コパのリッキー本命にするっきゃねえか。スノードラゴン。あんまりこっち来てないよな。ああ、そんなにやっぱり来てないか。まあ、有力はやっぱり錦鯉モノノフですかね。短距離馬は今この子かな。北海道スプリントカップ制覇、東京杯前走3着、勝ったの誰だっけ？北山三日月、重田、ああ、そうか、地方馬がワンツー決めちゃったんだ。で、マジでブルドックボス下ろすってひどいな。かわいそう。ブルドックボス乗り換えで北山三日月そのもんか。これはちょっと地方馬期待してえな。そして、ネロ。この子誰だろう。地方は初出走か、久々の。ヨハネスブルグ、西の宝塚、サンデーサイレンスか。これでやっぱり地方は初出走で、スプリンターステークス16着。中野翔吾で。8月27ってあれか、いや。8月27だから札幌競馬だとあれか？ジャパン、あ？ジャパンジョッキーズカップ、ワールドジョッキーズクラシックか。ワールドジョッキーズカップか。最後に勝ったのが、京阪杯。G3 か。距離1200か。セントールステークス、アイビスサマーダッシュ。ってことは、この子、あれ、夏の短距離狙いよかったのよ。サマースプリント。で、ダートは初出走で、騎手は未定か。ノボバカラ繰り上がり。ノボバカラ、前走吉原弘人騎手でマイルチャンピオンシップ2着。乗せちゃえ。そっか、内田騎手あっち乗っちゃってるからダメか。で、どうせコパのリッキーは田辺裕信騎手だもんな。前走勝ってるんでね。やっぱり勝ってますね、カシ、マイルチャンピオンシップ。まあ、この子もね、一時期この勝ってた時期だけど、去年あたりから終わった馬だって言われたけど、まあ3連勝して、まあまた後半負けたら貸し分けねえ。マイルチャンピオンシップ連覇して、確かマイルチャンピオンシップの馬券残った。確かこれ一番人気でも単勝300円ぐらいになったはずなんだよな。俺大事に取ってあるな。マイルチャンピオンシップの馬券は、あ、これか。その時11番だったんだ。一応これですね。単勝と複勝、大事に取ってあります。払い戻しせずに。確か300いくらにはなったはずなんだよな、単勝でも。単勝、あ、やっぱり310円か。一番人気で単勝300円で美味しいなと思って、記念取った記憶があるな。まあ、払い戻さないと期限切れるけど、俺はそういう期限気にしないタイプなんでね。マイルチャンピオンシップ。まあ、本命コパのリッキーにするか、まあ、あれですね、コパノにするか、西堅にして、まあ、ブルドッグボス。で、あと、まあ、北三日月入れとくか。北三日月ってそんなに成績いいっけ？わー、JR 落ちてきて2連勝か。これはすげえな。武士沢騎手で勝てるってよっぽどの馬じゃん。すげえ、まさかの武士沢騎手で。6勝？わ、すげえ。すげえな、この子。中央の6勝全部武士沢騎手か。
へえ、小型の親父も乗ってんだ。あんまり来てないんだ、こっちは。へえ、すごいね。これすごいね。これは期待できるの。本命でもやっぱりコパのリッキーにするか悩むな。まあ、コパのにするか、ニシケンにするか。で、ブルドッグに北さんすかね、4と。まあ、ニシケン、ニシケンもな。ドリームバレンチの、まあ、3着候補に入れてえな。まあ、レッツゴードンキに関してはね、岩田康成騎手がね、こっち来ちゃったんでね。俺もまさかボバのこっちに来るとは思ってなかったんでね。去年確かこの牝馬の試合、1着が確か、あの子。ホワイトフーガで2着がこのレッツゴードンキで3着が確か森田騎手だったんだよ。俺当たった記憶あるもん。これか。JBC レディースクラシック競争。やっぱり3着が森田騎手だ。当選セラビゴ。もういないのかな、この子。ああ、TCK 上杯競争中止しちゃったんだ。かわいそう。ああ、JRA 高級馬か。トロワボヌールもいないしね、もう。タマノブリュネットはこっち来たっけ？あ、やっぱりこっち来てるか。ちょっと見ものっすね。どうなるか。まあ確かに今回、JRA が、確か金土日の3日間開催が入っちゃってたはずなんで、入ってるよな。ちょっと調べてみよまあ、ちょっと一応 JRA のレーシングカレンダー起動してるんですけど、あんまり起動しにくいな。ちょっとお待ちください。出た出た。11月これですね。3日に京都競馬で重賞があるんだ。ファンタジーステークス G3。あとは福島競馬か。で、土曜日に競馬杯2歳ステークス G2 で、日曜日、宮古ステークスとアルゼンチン共和国杯 G2 か。なるほどね。ちなみに2日も地方競馬あるんだけどな。なぜか地方のマークが入ってない。1日ってどこかで地方あんのかな、大以外に。そうなると京都にみんな行きたくなるのか。ファンタジーステークス2歳オープンの距離 G3 1400m。牝馬限定戦か。じゃあ、しょうがねえか。でも、立冬なのに、立冬の騎士よく来るな、こっち。JRA 蹴ってまでこっち来るっていい根性してんな。来るのが武豊、内田博之、クリストフ・メール、横山典弘、岩田康成、大野、松山康平とか、もともと、だから12近くは来るのか、約。もう、そうなると本当に、地方の馬も少しはもう乗せられるのかな。ちなみに、補欠馬はコスモ・カウピリ、ランド・マーキュリー、メジャー・アスリート、コスモ・グリズリー、サニー・デイズ、シゲル・カカ、サニー・デイズ回避、シゲル・カカ、クリアがいいか。ちょっと見物っすね。JRA の補欠馬が優先順にグレイスフルリープ、キングズガード、サイトスリーレッド、北サンサジン、ノボバカラが繰り上がった。どうしたら、レッツゴードンキ、牝馬の方エントリーしてるかってね。あ、今年牝馬重賞2回負けてんのか。レッツゴードンキ、確かあれだな。牝馬の芝負けてるはずだな、1回。それよりやっぱり負けちゃったのか。まあ、岩田さんの騎手も抑えれなかったからね、あの時は。まあ、でもね、本当にこの子には期待してえな、個人的に。このまま行くと香港狙いそうだな。12月の。さあ、ちょっとこの後、スワンステークスの有力馬、ちょっと
と見てみましょうかね。多分千円構成とかいると思うんですけど、まあ、相場が出る試合を予想するっていうのは俺の流儀なんで、まあ、相場が出ないと適当なんで申し訳ないですけど、というわけでとりあえずはね、JBC3 競争はね、こんな感じになります。またね、今未定の機種プラス、今日10月26、6か。今日10月26なんで締め切りってだ。締め切り載ってねえや。10月31日火曜日。だからそ、木曜日に前売りしなきゃいけないから、火曜日には出るのか、データが。まあ、エントリーとかね、全部出ましたらね、また、火曜日頃にね、お知らせいたしますので、ちょっとそれまでお待ちください。大成功記念とかの方のデータはないかな。予備登録番。これまでで紹介しましょうかね。で、スターバストカップ予備登録番。これもね、後でご紹介しますので、ね、ちょっとお待ちください。ではね、この後先にスワンステークス取りますので、ちょっとお待ちください。ではまた次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。